お世話になります、ひとりでございます。ダクマといえば鎧の孤島のストーリーを進めていくと強制的に入手させられるポケモンとして有名ですよね。では入手の際にボックスがいっぱいだったらどうなるのでしょうか。ボックスいっぱい検証はよくあると思いますが、意外とこいつは見落としていた方が多いことでしょう。マスタードから新たなセリフが聞けるのでしょうか、それともただ受け取れませんと知らされるだけなのでしょうか。気になりますよね。私は気になりすぎて夢でダークマという悪魔と枕に咲くわ、さっそわでやむまで泣くわ、やむわで枕ダークマで悪魔飲めなくなりました。多くの方も同じ状況だと思いますので、今回はボックスいっぱいでダークマを受け取ったらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあもうすでにねボックスはいっぱいにしておりますので、そちらからご覧いただければなと思います。まず手持ちからね、このように6体おりまして、でボックスはですねこの通り、ここを見れば、全部埋まってることがねわかるかと思います。すべて、もっこりマークついてますよね、なので全部埋まっとるわけでございます。ちゃんとねボックス32まで出てる状態で、もっこり状態でございます。ということでね早速やっていきたいんですが、まずねウォーミングアップがてらに、その前にねゼニガメとか、受け取るところがあると思うんですが、そこからねまずね、ついで検証をやっていきたいと思います。今ね宿の最後のところまで来ておりますので、こいつぶっ倒して、やっていきたいなと思います。ヤドンの方が素早さ早いっていうね、パルキアより。はい、ぶっ倒しました。はい、これでうんうんってなって、道着グローブと道着レッグを取り戻したで、道着セットを全て取り戻したマスタード首相に報告に行こうというねいつものやつがありますので、これ、報告しに行きたいと思います。ちゃんとまずアップ必要ですからね、やっぱ体慣らしとかないと怪我しちゃいますから。まず最初は普通に行くんだね、別にいきなりもらうわけじゃないから。はい、ゼニガメちゃんと不思議ダネちゃんが来まして、はい、ここは普通ですね。まあ当然ここで変になるわけじゃないんですけどね。はい、ここで一番問題ですよ。ここをこういう風になって、これはいつも通りですから、ここで話しかけて受け取っていくわけですから、どうなるか見ていきましょう。はい、ここで、あ、ポケモンボックスがいっぱいで話しかけられない、しかもびっくりマーク2個もついてる。あ、こういう風になるんだ。的あっとで来よう。うわー、これ新しいやつじゃないですか。謎の新しい天の声セリフですね。あー、多分こういう風になっちゃうってことかな、結局ダクマも。まあとりあえずじゃあこいつ適当に逃がしておくか。ガーディーでも逃がしておきましょうか。不思議種をねだっていきましょう。はい、じゃあこれでウォーミングアップ終了ですね。こっから本番ですよ。まあ多分同じようになっちゃうんかな。いやもうこれ何回目だろうな、キノコ狩りなんか。えげつない回数やってるからね。つかもうお前さ、俺にもう教えんなよ。俺はもう完璧にこれ知ってるんだからさ、もうお前マスタードよりモルシュトゥードだよ、はっきり言って。なので教えないでください。はい、セイボリーをジョリジョリしていきましょう。はい、ジョル。はい、ということでようやくねダクマ受け取るところまで来ました。ここでなんて言われるかちゃんとね改めて確認しますと、手持ちちゃんといて、さっき逃がしましたけど、それでこっちのボックス見てみると全部ちゃんともっこりマークでございますと。はい、果たしてどうなるか、行きましょう。ラスト頼む。ボックスがいっぱいみたいだね、整理してからまた来て。超来た来た、新セルフ来ました。一応これ新しいセルフじゃん。え、マジか。ボックスがいっぱいみたいだね、整理してからまた来てちょう。みちょぱかよお前、最高だろ。え、ここに来ての新セリフ、いやこれ誰かやったかもしんないですけど、少なくとも私は見てなかったっすね。いやマジか、最高じゃん。ということで検証結果、ボックスいっぱいでダクマを受け取ったらマスタードに見抜かれるでした。まさかここに来ての新セリフが聞けるとは思いもしませんでしたね。ただ今までにダクマを預かり屋に預けて塔に進んだ場合も検証したことがあるのですが、その際もマスタードはダクマが預かり屋に預けてたことを見抜くセリフがあるので、彼はもうそういう人なんでしょう。こんな怖い人ならこれから指導を受けるのはもう無理だ、クマだらけになっちゃうよ。